文化放放送送送から生放送でおおりりしております田村敦のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストはフィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのかの著者堀内時子さんですよろしくお願いしますよろししくお願いしますでは堀内さんのプロフィールの紹介まさんお願いします、はい、堀内さんは長野県のご出身です大学卒業後日本語教師などを経てフィンランドのユバスキラ大学大学院に留学 コミュニケーションをを専攻し修士号を取得されます帰国後は都内のフィンランド系機械メーカーに勤務する一方ライター通訳としても活動2013年からフィンランド大使館広報部でプロジェクトコーディネーターとして勤務、うん、これまでお書きになった本にはフィンランド豊,豊かさのメソッドなどがあります堀内さんなぜ留学先にフィンランドを選んだんですかあの 最初は私、えー、と大学時代に中国に留学してたんですね。えー、で中国に1年行ってた時に、うん、あの同じようにフィンランド人が何人かいてで知り合ってじゃあちょっと一回遊びに行ってみようかなって夏に行ったんですよ。うん、であのー もうこう夏すごくいいんですよね本当にあの白夜で綺麗ででその中でいろいろ見ているとすごい豊かな国っていうかみんなシンプルに暮らしてて夏もゆ,あのゆったりしてるのに豊かでんなんだろうこの国って思ったのが最初の本当に興味を持ったきっかけだったんですけどで聞いたらあの当時は大学も無料で勉強できる学費がそうなんですフィンランド人はもう今でも無料なんですけど留学生も無料なんですか当時無料だったんです、えー ええ、だから、あ、じゃ、あ大学行くんだったら、ちょっと無料の国もいいかなと思って <laughs>、うん。選んで、はい、行きました。すごい、無料で学ばしてくれるって。そうで、ん、す。ど、ど、どんな感じですか。やっぱり意欲的な人が集まるもんですか。それとも、なんか、無料だから。 いっかみたいな感じででも一応なんかやっぱり税金でねいやあのなっていてでそれで試験もあるので、うん、まあ一応その意欲があって少人数のところに集まってくるっていう感じですけどでもその本当にそのあのみんな4年とかで卒業するんじゃなくて、うん、無料なので勉強したいことをひたすらすいい好きなだけ勉強して当時はもう10年15年いる学生もたくさんいたんですよね。えー はいもう先行がやっぱり年取ると変わってきてこれもやりたいあれもやりたいっていう感じではいで仕事してまた勉強に戻ってくる人もいるし生きてるうちに学びたいこと変わるからその間もずっとい続けて学びながら仕事するみたいな人が多いってことですよねそうなんですだか学生と社会人の境界線がほとんどない感じなんですよああそれ聞くともうますます行きたいなサウナの国ですよねそうですサウナお好きですか し始めたんです<ー>そしたらそ,そのなんか幸福度が高いっていうのがサウナもになってままますすよねね、うんうん、だと思います、ねまあサウナの日本のお風呂の感覚でどこの家にもあって、うんまあ、好きな時入ったり、まあと家族みんなでこう週1回よく入ったりするんですけど、うん、それとは別にみんなと別荘みたいなまあそんないいものじゃなくてみんなサウナだ から作って発生的なこう、コテージを、あの、よく、湖の。岩脇とか、ね、あの、海の、やるにあって。 で、で、そこに行って夏休みをみんなまあ、長く四週間ぐらい取るので。のんびりする、何もしない時間を楽しむんですよね。まあ、この番組にサウナ王っていう太田さんっていう人が来てから、あ、知ってます?。知ってますお会いしたことあります?。あの人にだいぶ人生観変えられた。サウナ、そこまで全然サウナ興味なかったですい。日本のサウナってただただ我慢するみたいの多いじゃないですか。汗かいてっていうイメージじゃないですか。全然違うんですね。 本当のサウナってね、うん、外気欲がメインだから いい冷たい外気浴でですすよよねそうなんですよででフィンランドは、まあ、あの水風呂がない代わりに、まあ、湖とかあればそこに入りますけど、うん、でもルールはないんですよねだからこう、うん、日本の今サウナでこうとなんか時々見るのは何分入って何分やって、うん、でこう我慢してっていう感じですけどそうじゃなくてもう本当ルールがないんでもう好きなだけ行って好きなだけ外に行って何回繰り返してもいいしって、うんでまあ、今大使館にもサウナが2つあって、えー、なのでフィンランド大使館に そうです。ぜひ来てください。あの。まあ、招待オンリーなんですけど、まあ、ちょっと今コロナの状況で、今ストップしてますけど、普段であれば、月1回サウナの会っていうのは。はい、行きたい。はい、まあ、ちょっとこのフィンランドの、豊かさの秘密ですね。この話は、この後、2時台に、たっぷりと伺っていきたいと思います。が皆さ様の質問もお待ちしております。はい、皆様から、み、皆さんからの質問もお待ちしております。メールアドレスはアルファベット、すべて小文字で、ニュースクラブ。 <ィ> j o q r n e t n e w l c l u b <S s、ね、失礼しました、えー、newslub@joqr.net c です。L u b ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一。あなたからのご意見お待ちしております。ファックスってまだ使ってますか？使ってます。<laughs> <あ>一応いただいてますよ。す扱ってるんですね。はい、あ、すみません。FM 九一六、AM 一一三四、ラジコでも聞けます。文化放送田村厚のニュースクラブゲスト、フィンランド人はなぜ午後四時に仕事が終わるのかの著者堀内時子さんとお送りしております。メールご紹介します。こちら世田谷の兄貴さんです。フィンランドあるあるを教えてください。<laughs> はい、フィンランドすすごい漠然として困ったんですけど、<laughs> うん、まあ一つは。 フィンランド人ヘビメタ聴きがち、えー、<laughs> さっきの全然ヘビメタの感じじゃなかっ、ね、たいなそうなんですよでもあの人口あたりヘビメタバンドの数が一番多いのがフィンランドなんですね、えーえー ね、あともう一つがその、えー、とフィンランド人は冬テンションが下がりがする下がるんです下がるんです下がっちゃうんですか <laughs> あの暗いんですよね夏至の頃が1 0 0で明るい分、うん、冬は本当に暗く, 1> 暗暗くてもう1か月の日照時間3時間とかそんな感じなのでも元気が出ないんですよか、うん、見ないから、うん、あれ、えー、とエアギターもフィンランドでしたっけそう考えたらあの激しめめのやつを、ね、求める ななんかかもう行いとすごいのんびりしてるイメージもあるしヘビメタ聞いてる頭の中サウナのゆったりした時間とヘビメタの速いテンポが全然イコールじゃないですよね。そうですね去年、不思議な世界選手権でヘビビメタルニッティングっていうのでヘビメタルを聞きながら編み物をするっていうので後ろシティーの金子さんたちが優勝されたんですけど。 そうね。<laughs> 不思議な国があすよ。はい。東京浜松町文化放送のスタジオから秋田放送ラジオ福島山口放送高知放送にもお送りしております田村俊之のニュースクラブここで二時のニュースです文化放送報道部鈴木敏夫デスクですお願いしますお伝えします台風14号や前線の影響により西日本と東日本の太平洋側では大雨となっています。うん 土砂災害の危険度が極めて高いということで、気象庁は、明日にかけ、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけております。うん、台風十四号ですが、今日午後一時には、和歌山県塩野岬の南。およそ百五十キロの海上を、一時間におよそ十五キロの速さ。のろのろ常山さんがね、ノロノロと言ってましたけれど、のろのろまさにね、東北東へ進んでいると推定されます。 この台風なんですが明日明け方から朝にかけて気になる東京の伊豆諸島南部に最も近づく見通しだということでまた、今日はですね東日本の太平洋側で激しい雨伊豆諸島では明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります、えー、十分本当にご注意いいいたただきたいと思います。 えそして先ほどあの台風はですねうろうろ動くのかという話がありましたけれども、はいはい、気象予報士、鈴木純子アナウンサーに教えてもらいましたがえ上空の西風に乗れない場合ですねえ北に高気圧があってその高気圧が押してくるというで南の高気圧が弱いのでこう流れていってしまうこれ、迷走台風なんて言い方もする毎年のようにねいますよね、ぐる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 こう行ったり戻ったりする台風がですね。 とといううことは普通にあるそうですねで勢力を維持したままぐるぐる回ることがあるんですすすか瞑想するとということですよね、えー、まあ気象庁的には瞑想とは言わないというようなまあ専門的な話をされているようなんですがうん、うん、えなんか本当に不思議なね蛇行を描くときはうえ新型コロナウイルスに感染したアメリカのトランプ大統領ですが9日保守系ラジオのインタビューで自身の病状をめぐってえ専属の医者らに非常に悪くなる可能性があったと言われたと、うん、えこのように明かしました。 未承認の抗体医薬品を投与されなければ全然回復しなかったかもしれないとここまで述べておりまして、うん、治療に有望な可能性があると推奨しました。 えー、つまりですね、えー、非常に悪くなる可能性があったという方よりも薬が効いたよというところを強調したいのかもしれませんホワイトハウスは2日の入院時には軽症で予防的措置だと説明していたんですが、えー、トランプ大統領はラジオで先週は体調が良くなかったたと認めました、えー、この薬についてトランプ大統領は来月の大統領選挙をにらんで食品医薬品局に緊急使用を早急に許可させ無料で国民に提供すると訴えていると。 ということで、ちょっと選挙活動の匂いもしますね。すね薬配って。そうですね。 えー、そして、えー、これは淳さん関心あるでしょうね戦国武将の上杉謙信がですね、はい、武田信玄と戦った川中島の戦い、うん、長野県ですよね、えー、前夜の情勢を家臣に知らせた書状が見つかりました、うん、これ一連の合戦が始まる直前に出された書状が発見されたのは上杉武田両軍を通じて初めて合戦の発端を伝える非常に貴重な資料だということです。うん、でこの書状ががが面白いんですが、まあ、謙信と信と玄が北品野の 支配を争ってまあ10年以上にね断続的に繰り返されたのが川中島の戦い。うんはい、で所詮は1553年5月から始まる合戦直前に謙信が家臣に当てて書いていまして、うん、最近はあの北朝の豪族の村上義清の本拠地に信玄の軍勢が来ちゃってるんだと。うん、だから義清から助けてくれって言われたんだと。うん、で最近義清と仲いいんで。 兵を出さないわけにはいかないと、うん、まあこのように記しているということなんですね。えー、まあ大阪府内の個人の家で見つかったということで、えー、まあ東大資料編纂所の村井有紀准教授は、これまあ本物であるということを前提に極めて貴重な発見だと。なんでそんな民間から出てくるんだろということですね。子孫がずっと受け継いでたんですかね。えー、ですね。なんで出さなかったんだろう。ね、<laughs> え最後にフィンランドの話でいいでしょうか。はい。 私はフィンランドでサウナに入ったことがございますあらあな,んなんでサウナの話 <laughs> ですかサウの外記憶までやりました <laughs> はい外記憶までやってませんやってないでしょ、えー、それはフィンランドでサウナに入ったとは言えないです <laughs> あそうですあの <laughs> でもさっきねお話ありましたけどあの、えー 気持ちよかったミストサイナーであのトルクっていうね、はい、古い都がありますあそこのそばだったんですけど僕忘れられない実は記憶ありましてね片手いいですか少しだけ、はい、あのフィンランドというのは戦争中ですねあのソ連から攻め込まれた関係で、まあ、数軸国とつまり日本に近い立場にあったんですよ、うんはい、で私サイナーに通訳と入っていったら10人ぐらいのご老人の方々がサウナに入ってました、うん、でお前 人だと、うん、で私日本人ですと言、うん、った瞬間に全員が喜び始めて「うん、俺たち一緒に戦争戦ったよな!」って肩を組まれました私戦ってないんですけれどもちょっとこう親近感を感じましたし「やはパンダやパンだっていうことで、うん、すごく皆さんが喜んでくださったっていう、うん、そんなあのサウナの思い出が。えー 皆さんお尻に鉄砲の跡とかがありまして<ー>つまり戦争に行った方は、えー、ずっと永久に無料でサウナに入れるそういう場所だったんですけど ちょっと羨ましいですよね。いや、そうですね。で、親日なんだったらなおのこと行きたいです。あの正直あのスウェーデンからフィンランドにあの取材で入ったんですけれども、スウェーデンの方と国民性が違うなって感じました。日本人に近いとか親切とか道を聞いてもなんか日本人の反応に近いような温かい人たちだなっていうふうに感じた記憶がありますけど、そうですか。そうですね。変にあの明るくはないですけれども、あのすごく優しく親切ですね。へー。 してみたい。でもそれビンさんサウナに入ったとは言わないダメです外気浴外気浴ですよね外気浴をやってサウナっていうサウナをも言ってましたからね自慢しに来たんですけどねちでもあの石に水をかけるっていうのをやったんですかやりましたロールはをね九大点なんとか認めさせようとした文化放送道部鈴木敏夫デスクでしたありがとうございました 田村敦のニュースクラブ今週のすごい人今日はゲストにフィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのかの著者堀内登紀子さんをお迎えしておりますが堀内さんが2013年からですねフィンランド大使館の広報部 プロジェクトコーディネーターとして勤務されているそうですがこれはどういういお仕事になるんでですか、うん、まあでも何でもやで広報、まあの仕事な何でもしてるんですけれども SNS だとかあとメディア対応とかも手伝いつつも、うん、あの結構今フィンランドって EU の一部だったり、うん、あとその北欧協力ですね北欧5か国とのっていうのを積極的にやってるのでちょっと横断的に私もそ,っち、うん、そこの広報をお手伝いしたりとかして。あ,はい、あと 北欧でちょっとみんなでこう、はいうん、手を合わせて頑張ろうよみたいな結構やってるんですよ。あの、うん、やっぱりなんか日本だと北欧って一括り結構されるので、うん、じゃあ北欧でみんなそれぞれ小さい国だから、うん、あのみんなでこうやればちょっと存在感た 大きくなるかなということで一緒にあの東京連邦プライドであのブースを出したりだとかであといろ,いろなこのメッセージを一緒に共同で出したりってことをしてます、ね。それ大使館同士のそのそれぞれの候補の方もつながってるんですか？そうですそうです、ね。1> <ー>月1回ぐらいでミーティングして。面白いですね。そうなんですよ。 あとはこういろんな子育て支援だとか教育だとか今働き方とかまあ政治も含めていろいろなあのまあフィンランドをこうアピールするようなことをいろいろトータルで考えてはいやってます、うんはいはい、でも北欧とってもね、うん、それぞれ国の特色があるでしょうけどその社会福祉みたいなのってどの国もやっぱ充実してるんですか、うんうん、そうですね北欧はやっぱり福祉国家なであのでそこは共通してやってますけれどもやっぱり微妙にちょっとやり方が違ったりだとか。うんうん しますね話聞いてるとでもねその社会福祉っていうものを日本の国民の方が求めるんであれば勉強すべき点はたくさんあるでしょうね。そうですね。本当に今 SDGs とかいろいろ言われてますけどもともと北欧がやってきた誰も一人も取りこぼさないとかそういう信念っていうのは昔からあってそれの社会を作ってきたので結構学べるところが多いなと思います。フィンンラドといいえば最近すごあの 話題になったんですけど、うん、最近ツイッターで日本とフィンランドの、うん、ま政治家を比較する写真が話題になりました。うんうん、で、一枚はこれま日本なんですけど、菅総裁になってまあ、自民党の役員人事があった時にまあ、おじさん まあおじいいいさんと言った方がいいのか男性ばかり党幹部5人が並ぶ写真がバーンと出てでもう1枚はフィンランドの30代の女性首相と女性閣僚5人が並んだ写真なんですけどこれまあ日本の方はですね平均年齢71歳を超えていてこれ女性ゼロですね自民党4役一方フィンランドは去年34歳の 女性サンナ・マリンさんが首相に就任して今、うん、内閣の19人中11人が女性でさらに30代が首相を含めて4人もいるっていう,う、まあ、このあまりにも写真1枚でのメッセージのねこう違いにかなり話題になりましたけど <laughs>、うん、すぐこういう、まあ、対比をねみんな喜びがちですけど、うんまあ、バランスが取れてることが、まあ、いいかなと思うんで、うん、でもそれでもどっちの国に行きたいかって写真だけ見て答えろって言われたらもう <laughs> フィンランドですよ、なんか明るいもんね、渋い顔した五人とね。笑顔の五人ですから。おじ、俺、おじいちゃんが悪いとは言わないんだけど、うん、おじいちゃんばっかりで、この国のこと決めないでよって、やっぱこの写真見ると思いますよね。やっぱり多様性が欲しいなっていうのは思いますよね。うん、ねえ。うん、で、ここに女性もいないわけですから、正樹さん、やっぱりこの写真からね。うん、こう伝わってくる、その力みたいなの、がやっぱないですよね、これ。そうですね、やっぱ男社会観もあるし、うん、女性の意見通らな。 なさそうだなっていうイメージをもっ,っちゃいますよね、うん。ね、言っても聞かなさそうだなと思うし。う 逆にこうフィンランドなんでこの若い人だったり女性だったりっていうのがこうリーダーになれるんでしょうか。まあフィンランドはシンプルにもう性別とか年齢とかも、うん、あの家庭環境とか関係なくただただ優秀で実力があって人気のある人が選ばれてるっていうことなんですよね。うん、だからもちろんあの当選戦あの今その五人並んでる写真全員あのえっ、ー、と連立政権になる五党の当主なんですけど当選戦でまあいろんな年齢だったり男性 女性も含めての間で戦った上で選ばれててたまたま今五人女性なんですけど、うん、でもあのまあ一番人気と優秀な人が選ばれたっていうだけなんですよでそこにはその何期目じゃないといけないとかねな、うん、どのぐらいの経験年数がないといけないってことは全然ないんですね、うん、でもまあフィンランドもその昔からこうだったわけではなくてもう百年ぐらい前にまあ女性も参政権を得て、うん、えっとこう女性の議員があの一割誕生 したんですけどそこから50年は全然女性が増えなくて、うんはい、でそこから徐々に徐々にやっぱり女性の社会進出が始まってこうあの女性がやっぱり声を上げるようになってやっぱりこそフィンランドも待機児童の問題とかいろいろあってこうあの女性が声を上げたのをそこで救い上げる女性が必要だったしうん、うん、あとフィンランドあのもともと。 んだからその政党もあの女性向けの女性向けというか受けをよくしたいわけじゃないけれどもやっぱり投票をもっと増やすには、うん、男性も女性にもバランスよく考えた政策を考えていかないといけないのでっていう意味でそういう背景があ,、ねはい、ありますね。だって、うんまあ 今の,その日本の政治でいうともう自民党さんじゃないと政権運営できないんじゃないかっていう空気が蔓延している中で野党の皆さんがああだこうだ言ってもういやいや本当なんか前に一回託したけど大失敗なさってましたよねみたいな空気感の中で,でしかも野党が分裂しちゃってるじゃないですか。だからそれ自民さん の方がいいそれはなんか安定した政権運営してくれそうだなって空気の中じゃないですか。だからこうやってあの何期も当選したお,、ね、おじいちゃん政治家の方々がこう牛耳っちゃうことになるんでしょうね。フィンランドは四十六パーセント国会議員の四十六パーセントが女性なんですけれども、うんうん、やっぱやっぱり分母がそれだけ多いので、まあ、当初に選ばれるのも当然だし、可能性も上がるし、うん、やっぱりあと今若い。 い人が当初に選ばれるのはやっぱりこう変革を求めてるっていうのもあって、うん、やっぱりそのどこの党もこうコンサーバーとかだとやっぱり若者の人気もなくなってくるしいろいろでこうやっぱり変えていきたいっていうのを出すには、うん、もう。 あの本当にやる気あふれる若い人たちに託したいっていうところはありますよね。ねうん、人口比率としてはどうなんですかフィンランドは、うん、あの高齢者が多いとかってあるんですか？あの高齢化率は高いです。うんあのヨーロッパの中でも高い国の一つなんですけど。じゃあ若者の方が少ないけども、うんうん、若者主体で政治が進んでいく国が作れてるんですね。うんうん、そうですね。まあやっぱり未,未来を作っていくことでもあるので、うんうん、もちろんそのバランスよくあの考えないといけないですけども。 まあ、かんあの環境問題も含めるとこ,これからどうするかっていうところで、うん、やっぱり若い人たちが期待されてますよねす、うん、だから諦める必要ないでですね、うん、日本もう高齢者の人が多いから、うん、若者の意見がこうなかなか投影されづらいこの国みたいなことじゃなくて、うん、やっぱこう。うんうん 自分たちで考えて行動を起こすとフィンランドみたいに若い政権が誕生する、はいすねうん。あともう一つはやっぱり若い時から政治に参加する機会がすごくフィンランドは多くて、あの各政党が青少年部というか、うん、あの作っているので、15歳ぐらいから政党に所属して活動していいんですよね。えーうん、だから今その,いいのこのあの30代の女性って言ってもポット出てきたわけじゃなくって、うん、結構みんな20歳とか10代の頃から政党で 動いててきそれが徐々に徐々にステップアップして投資までいったっていうことなのですもんね明らかに選挙はね18歳でいけるようになったけどそれだけだとなかなかね政治って何ぞやとかまでそうですね。なるほね。 まあで,もそこね、でもそうやって若いうちからその政治に関わるような仕組みを作るってことも政治家が結局決めちゃうんでうん今のねその70歳平均の日本の政治家の方がうそうやって10代の人も入れようって。 っってていいう政策はななななかか打ってこないですよねんとなくタブーな感じがあるじゃないですか、うん、日本だと、うん、高校とかで話してても,、うん、もうフィンランドの高校の生徒会なんてもう生徒の代表者みたいな人たちが結構やっているので。わい、ね、だから身近ですよね。うんで 話すんででしょその学校内でも家庭でも話すし、うん、あと模擬選挙はもう小学校からやるので,で、うん、模擬選挙も本当の,あの立候補者にあの投票していくんですよだからその、うん、誰か適当に A さん B さんじゃなくて実際あのい今いる政治家に誰かに投票していくのでいつからだろうね日本ってさ家庭内でも誰に投票したとか言わない。 みたいなさ、うん、空気なかったですか？うん、うん、俺はないんですけど。うちの家庭あでもない喋ってない行くけど詳しくは喋らなかったで。でしょ？喋、うん、ってた？喋ってないですね。ほらそんなもん言うもんじゃないとか、か友達とかにそう誰入れたとか言っちゃダメよって言われてたもんな。 なんでやねえんだな。うん、今思えば。そうなんですよね。だからそれが日本に蔓延してるなんか政治の話をするのはタブーみたいなね。うん、なねフィンランドにはない。ないですね。でも保育園からあと投票の大切さとかその,の、えー、でも保育園児なんて政治はよくわからないので、うん、でも一応その好きな動物に投票するとか、うん、なんかそういうことで投票するっていうこととかあとその社会を変えることができるっていう自信をこう少しずつつけさせていくんですよね。 なるほどね、山、うん、だからやっぱ教育なんだよね。うんうん、自分ごとになってますもんね。ねなってる当事者意識をみんな持つっていうところがあって、うんうん、はい。であとこの五人の中も、まあマリン首相有名ですけど、すごくまあマリ、ま 経済的に恵まれてなくて、うん、で、えーとまあえー、同性カップルというか、うん、お母さんが同性のパートナーがいてそのもとで育っているとか、うん、もう一人の投手のも、うん、あのすごく保護シェルターで生活したことがあるっていうぐらい貧しかったけれども、うん、まあ普通に、まあ、フィンランドはその無料で教育が受けられるので、うん、みんなそれぞれ大学まで行って。 ででそれでやっぱりその自分たちの経験もふまえてやっぱり社会を変えていきたいっていうふうに思ってるんですよね。議会でのその言葉のやりとりとかってどうなんですか。なんか罵倒が飛んだりするんですか。 罵倒はないんですね。うん今回もその、まあ、フィンランドコロナの関係、まあ、ヨーロッパ内ではうまくいった本なんですけど、うん、その要因っていうのがそのうまく合意を取り付けることが今回の,その政権をうまくやったっていうのが一つ理由にあって。 そ<で>ういう意味ではなんか平和的にやってる感じはしますね、えー、落ち着いてますますちょっとフィンランドが分かってきたところですが、うん、ここからはです、ね、堀内さんがお書きになった本「はい、フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか」についてお聞きしていきたいと思います。うん、まあ3年連続幸福度世界1位ですけど、うん、この幸せを感じる一番のポイントはこれ何なんでしょうかね。 でもあのこの幸福度っていうのがまあどうやって測るかって難しいんですけれども、うん、この質問の中でそのあなたの今の人生は描いているこう思い描いている理想と比べてどうですかっていうことを聞いてるんですね。うん、なので、はい、まあフィンランド人は比較的その自分が思い描いている人生が描けているっていうところがあって。 で,でそれはやっぱりその選択肢がいろいろあったりとかで日本もすごくいい国なんだけれども、うん、その選択肢がちょっとこう、うん、なんか狭まってしまう部分があったりあとフィンランドやっぱりそのゆとりとかそのバランスが取れている仕事と、うん、まあ生活とあと趣味だとかっていう自分のやりたいことをいろいろできているっていうところが幸福につながってるなとは思いますね。日本っっててて何かを犠牲にしなないいいいと生きていけないって思い込んじゃって ますもんね、うん、残業もねなんか「いやもう俺が残るか自己犠牲だ」<laughs> みたいなね。うんうん なんからそれが美徳とされてますけど、はい、それだとやっぱね、幸福は感じにくいですよね。そうですねあとなんとなくこうこうでなきゃいけないみたいなのがね、うん、すごくあの凝り固まってね、固定観念の中。そうですね。二十代だったらこうとか三十代だったら女性だったら男性だったらっていうのがそういうところがやっぱりちょっと違うかなと思いますね。そういうのを可能にしてるのが本のタイトルにもなってる。うん 午後4時に仕事が終わるっていうどうしてここまで効率がいいんでしょうか、うんうんまあ、ちょっと午後4時っていうのは実はあのフィンランド8時に始める人が多いので8時4時でまあまあ,まあ8時間ただ残業はほとんどなしで,、うん、でその残業なしっていうのはやっぱり会社にとって残業って損失なんですよね、うん、その残業代も払わなきゃいけないし、うん、もちろん働いてる人にとっても無理がいくしっていう、うん、でそ,のそれがすごくもう意識として徹底されていて、うん、であと有給償還に してももう権利としてやっぱりあるからそれは必ず守らなきゃいけない、うん、でその中で効率よくしていくにはやっぱりこう柔軟な働き方を認めていったりとかあとその人のモチベーションを高めていくとか、うん、あと無駄なことは徹底的に排除していくっていうことが必要なんですよね,、うん、ね合理的にねうん、うんそうなんですよ、ね、まずそれがまあまあうまくいってるっていうところですね、うん、日本だって合理的に進めようとしたらやっぱねその 伝統ととか文化あのやり方、ま、前がこうだからっていうところがちょっと強いのかなとは思いますね。ねえそれを無理やり変えていいのかみたいな最近も僕はあの学校のお掃除のことを「はい、そのお掃除しなくてもいい掃除機使った方がいい」って言って今ちょっと炎上中なんですけどほ、ね、うきを吐くことで雑巾を絞ることで学ぶことがあるんだみたいなことを言われるんですよ。 全然ピンとこないですよあフィンランドは学校の掃除があが生徒はやらないので,ない,でないんですよ <laughs> 俺はそもそも外部委託しちゃえって俺言ってるんですよ <laughs> そしたら学校の先生のタスクも減るし <laughs>、うん、生徒のお掃除じゃあ、うん、生徒が部屋をきれいにするってことを教えられないじゃないかって言ったけどいやそんなの家庭で教えればいいじゃんそうなんですこういうことですよねその合理的に、はいはいはい でフィンランドの人が、うん、そのだって幸せだって思ってる人がこんだけいいんだから、うん、<laughs> そうですよね、うん、でまあそういう流れというかやっぱこう日本的にあそうかと思ったのが乾燥芸会もコーヒーで、うん <laughs> まあ別にあの仕事終わりに集まって食事会とか飲み会みたいにしなくてもいいじゃないかって結局そのプライベートの時間はやっぱりそれ尊重しないといけないので、うん、だからその就業時間内でいろいろ終わらせないといけなくてもちろんその好きな人は飲みに行ってもちろんいいんですけど、うん、あの基本みんなでやるのは就業時間内にサクサクっともうコーヒーとかで。 あの使い様みたいな。無駄だよね。感想会好きだよね。まあもう無駄だもんね。しっかりコミュニケーション取れないし、上っ面会話で終わっちゃうしね。そうなんですだから行きたい人だけが行けばいいっていう感じで、あのすごくそこはあっさりしてますし、で、あの結構もう個々にあの決められたタスクがあって、やっぱりそのもう。 その仕事を得るあの決まるときからこうあなたの仕事はこれでこの結果を出しましょうっていうのはやっぱりはっきりしてるので,、うん、でそれをやるにはそのやり方はもう好きにやっていいしでも,でも時間は守りましょうっていう感じで,、うんはい、で終わりが決まってるからもうもうガンガンやらないといけないし、うんうん、だからその6時とかにいきなりミーティングするとかはなくてっってていう感じであのやってます、ねうん、この必ずしも会うことを重要視しないってこれどういうことなんですか、うん これは日本はや,やたらとこうとりあえず顔を合わせてまずお会いして、うん、でそれで特に話すごくそこでするわけでもなくじゃあ次あの具体的に今度また話してであとあの結果報告もぜひ会ってっていう会うことって悪いことではないんですけど、うん、やっぱりその分時間が取られてしまうのでメールとかあの資料で済むことは全部それで済ませましょうみたいな,いなもうう今ねね <laughs> ズームとか、ね、うああいうのになって まあ必ずしももわななくてもいいじゃないかこのら、ね、YouTube のチャンネルでこう、まあ、俺が今自分のチャンネルなんでいろいろ仕掛けてんですよ自分実験的にあまりスケジュールもないけどー YouTube のチャンネルを自分なりに毎日向き合うためにはってやってたらそのスタッフから「いやちょっと淳のやり方はちょっと問題があるんじゃないか」みたいになって「いやじゃあ,あの会議しようよ Zoom でやっていや ちゃんと面と向かって会って話した方がいいっつって「<laughs> 意味あるその面と向かって会う必要がっっ」いやこれもう論文チャンネル始まって以来の危機だから、うん、<laughs> じゃあ分かったよ」って時間取ったら、うん、この遅刻してきて「うん、なんだよこれ時間無駄だしズームだったらす、ね、パッと終わんのに」みたいな「うんうん、でも淳はちょっとドライなんだよ」みたいな。 今、全然だから「論文チャンネル」がうまくいってないからね <laughs>、告白が。<laughs> まあ、ね、会う大切はもちろんあるでしょうけど、うん、やっぱこう、前後で移動で30分ずつ取ったら、うん、まあその1時間がやっぱりもったいなかったり。ねうん、もったいないのよ。うん します。あと、読んで済むこととかを、あって、また説明してもらう必要はないとか、そういうところがある。で多分会議もね、なんか資料読み上げるだけみたいな会議、いっぱいありますしね。そうなんです。だから、まあ、そういった無駄を、あの、時間にやっぱり限りがあるので。徹底的に、まあ、排除していくっていうところが、まあ、一つ重要ですよね。ね、でこの肩書き関係ないってやっぱいいですよね。気にしないでしょ社長であろうが、部長であろうが。 うん、あの本当にその、まあ文化的にもフィンランドはすごくフラットというか、あまりその、あの上下関係がないんですけれども。だから言いたいことはとりあえず、お互い誰であって言ってもいいし、意見はもう学生だって言ってもいいしっていうところですよね。だからその、で、もそれであの実用的なその実務レベルの人がや、やればよくって。はい、合理的だよ。まあ、ちょっとお時間がね。これ最後にちょっとこれだけは聞こうと、改めてフィンランド。 から日本が学ぶべきなのはどんな部分だと思いますか。うんとやっぱりその、うん、あのー。 かん周りにその前あった「行こうだから」とか「今までこうだから」っていうのをやっぱりちょっと一回外して今コロナということがあって例えばその在学勤務が急に普及したりしたじゃないですかだからできるんですよねやろうと思えばその気になれば。<laughs> なのでちょっと一回自分のやり方を見直してみてでよりその合理的なことを選択していくべきですしで、まあ、それのためにはその周りへの寛容さっていうか「そのえあいつだけずるい」とか 私だけいいのかなとか罪悪感感じとかそれは必要ないと思うので自分は塾でいいですよねそうなんですはいそういう風にもっとなんか慣れたら変わるんだよじゃないかなと思いますいやマジでこう本当本当そうよでこんなこと言ってたらお前もうフィンランドに住み上げじゃん始まっちゃうんだけどいや愛国心あるのよそうですよ日本を愛してるからこそ今の日本でみんな窮屈になって住みづらい日本になってんだったらより良い国にしてった方がいいじゃないかっていうことなんですけど なかなか合理的に話を進められる人がいない、はい、伝統文化くそくらいだと思ってますけどね僕は <laughs>。いやでもまあ改めてなりますけどね,ね無駄無駄,無駄よりも、はい、なんでっていうのをもう一回いろいろ考える必要がありますね。はい、はいはい 堀内時子さんがお書きになった本フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのかはポプラ新書から発売中です、はい、東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマはこちら幸福,度幸福度を上げるためにこれやってます 普段の声とはちょっとまさきさんは違うらしいですね、はい、す大変お聞き苦しくてちょっとハスキーボイス中村亜佑美さんみたいな感じじゃないですね <laughs>、うん、はい うん、元の声ではなかったじゃあメールをお願いしますはい五つ目です神奈川県多摩隠居さんです私がやっているのは早朝出勤です、うん、空いた電車に乗ってゆったり座り読書して過ごしますいい、ね、乗客はいつもあまり変わらず声をかけたりしませんが顔なじみです、うん、その中で週に一度ぐらいしか乗りませんがすごい美人さんがいて今日は会えるかとワクワクして幸福度を上げています、うん、まあそのために朝三時起きですけどね <laughs> ということです早,早 <laughs> 3時か幸せなのかな、まあ、早起きすぎないそうですねでもまあ知った顔ばっかりだとだんだんプライベート空間みたいになっていくんですかねいや3時だよプライベート空間になるんだけど <laughs> 3時に起きるってもうでもサイクルがそうなってたら起きるんじゃないですかうーそううーん,うーん でも人それぞれだね。幸せの価値観はね。まあでもゆっくり寝て、もうぎゅうぎゅうの電車で動くか。うん。早く起きて。いや俺はもうやだもん。満員電車で綺麗だから。でしょ。だからって3時に起きる。どう朝どうなんですか最近。もう自然と目が覚めます。あもう自然と目が覚めますね。6時には。パッとパッと。まあその感じも3時でなってたらまあ。 何時に寝るの? 9。九時九時とか八時とかじゃないですかね、うん。早いね。何時にご飯食べるの?。六 <laughs> 時とか。<laughs> <laughs> 逆算で。さあ、えー、こちらラジオネーム井上ドック潤さんです。東村山の方。うん 僕は幸福度を上げるために会社の飲み会を全て断るようにしましまた会、ね、会社の飲み会に行くと仕事が終わっているにもかかわらず上司に気を使わなくてはならないし飲み会の費用も意外とかかってこれは時間とお金の無駄遣いなのではないかと思うようになり最近は飲み会の誘いをすっぱり断るようになりました。うん、そののおかげで今で今は仕事の貴重な プライベートの時間が確保できるようになったので、好きな友達と会ったり、趣味に時間を費やせるようになって、幸福度がすごく上がった気がします。うんうん。まあこれさっきのちょっとフィンランドのね話から繋がってくる感じですね。本当無駄な飲み会多いわ。僕はないですよ。うん。もう行かないですかそういう会合に。はいはい。タレントさんの会合大嫌いだ。つるむなよお前らみたいな。全然。 関係ないっつたらあれですけどね。うん、もう独自ですよ。うん、独自ですよね。うん、いろんな人と飲んでますよね。うん、そうそう。お前らとなんか規則権益をこうね守るための話したってしょうがねえやと思って、ね、こっちとら。通ってますね。通、うん、ってますよ。はい、埼玉県ラジオ名川井恵。 ですさんですかね、えー、毎朝自分でお弁当を作り会社に行く前にゴミを出し寝ている奥さんを起こさないように静かに会社に行っていますこれで奥さんが1日機嫌がいいと家全体の幸福度が上がります <laughs> なるほど。のことです。いやちょっと理解ができない。<laughs> 奥さんに気を使いながら生きていくことが本当の幸福度なのかな <laughs>。奥さんって軸がもう自分じゃないですよ。そうですね。まあ子供が幸せそうにしてるのはいいと思いますけど、奥さんにそんなに気を使いながら、うん、ねうわ、俺は俺は違うね、うん。まあでも奥さんが機嫌が良ければ家が。うん 平和っていう,うそんな奥さんの機嫌をずっと見なきゃいけないって <laughs> まあそうなると思ってご結婚はされてないでしょう、ね、でしょうね。<laughs> どうですかその奥さん、まあ、旦那さんの機嫌をずっと伺うみたいなことって嫌でしょ伺われるのは嫌かもしれないですけど、うん、こうやってみ自分のこと見てくれてるっていうのは嬉しくないですか 女性側からしたらこっちこだも多分気使ってるし、うん、お互い気を使ってくれたら気遣い合えるのでお互い住みやすくなるんじゃないのかなと思ったりはするんですけどね。えー、なるほど。はい、まあ僕はでも奥さんにそんな怯えながら生きていくんだったら、うん、離婚した方が幸せだと思うけどね。<laughs> まあでも怯えるんだよだって機嫌がいいかな機嫌が悪いかなって。 僕体感として分かんないですけど世の半分ぐらいがそっちに近い感じです世の半分は淳さんみたいな感じで半分はこう奥さんの主導権持ってっていう家も結構すそれで回る家もいっぱいありますよね。ありますね。それだから思考停止してるだけじゃなくて奥さんに任しとけばなんとなく回るかみたいな思考停止論者じゃないですかね私はもう自分から幸せをつかみ取りたいし。 今奥さんとは、何の問題もないですよね。ちゃんと主張し合ってますけど。機嫌を。<laughs> <laughs> まあ、それぞれの家庭に、それぞれの事情があるんですよ。うん、<laughs> いや、そうなんだけどね。さ <laughs> あ <laughs>、続いて、ラクダのいちこさん。です、はい、ええー、出の方です。六十五歳、女性です。幸福って、千差万別です。 私は主人に美味しい料理を作ることです、うん、あら素敵毎日今日は何を作ってあげようかとそれを考えている時が幸福感を感じる、うん、そういうのよお互いを思い合うって <laughs>、ね、そういうことじゃない、ね、で食べた後にいつも美味しいご飯ありがとうねえでしょ、うん、そういうのはなんか素敵だなと思うけど、うん、あいつ大丈夫かな機嫌悪くないかな <laughs> あ何かすげえ機嫌いいないや我が家は。<laughs> 幸せな家庭だって俺やっぱ思えないな <laughs> 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 体も熱くなってきちゃったし <laughs> <laughs> まあ比較してでしょうけどね,ね機嫌が悪かった日と良かった日を比べると良かった日は今日はよ幸せだったなっていう比較論かもしれないですけどねなるほどはい お願いします。大阪府ジャクさん性と勇気さんです。私は一リットル入るメガジョッキで、ウーロンハイを毎晩し嗜むことで幸福度上げています。風呂上がりにグビッとするだけで、幸せな気分になります。それはわかりますね。お酒はね。お酒飲む時って、やっぱね、もうすべてから解放された時じゃないと飲まないですからね。今日終わったよっていうね、やること終わったよって後ですもんね。そう、多くなった瞬間ですね。それは理解できます。ね。 ということで今週のアツシの部活は以上になります、うん、高知県高知市ラジオネームうつぼの妖精さん28歳男性の方からいただきました付き合って3ヶ月になる彼女とデートした時の話ですその日は彼女の誕生日付き合って最初ということもあり記憶に残るお祝いをしたいなと考えた僕はサプライズの演出をしようと思いました お店を予約する際恋人の誕生日だからケーキを予約してくだ用意してくださいとあらかじめお願いして準備もばっちりだったのですが当日お店に入り予約していた名前を告げると店員さんからお待ちしていましたお誕生日ケーキもちゃんと準備してますよと全部バラされたんです彼女に内緒にしているとまでは伝えていませんでしたが普通こんなに堂々と言いますか 結局サプライズは失敗人前で祝われるのは恥ずかしいと彼女は逆に不機嫌になってしまいましたこれお店を訴えることはできませんかなかなか修羅場です、ね、えー、そう世知辛いなこんなんで裁判マジか怖いなまあでもこれはできない,いできないでしょうし、ねうん、これで不機嫌になるような彼女とは別れた方がいいですよ これぐらいでこだって、サプライズしよう、まあ、俺はそもそも誕生日にサプライズなんて成立しないっていう論者ですけどね、誕生日,誕生日当日にね、んううね当日だもんね。うんうん、でも、まあこれ訴えられないでしょ、こんなんで裁判始まっちゃったらもう、ね、ねねまあ、しかも、内緒にしてくださいねって言ってるわけでもないじゃないですか、んまあ気の利かない原因であることはね、確かですけどね。これは無理でしょ これでも嫌ですよね確かにね、うん、なんかこういや祝ってくれようとしたんだっていう感じで受け止めてほしいですけど、ね、彼女がそうそうそうああ何え私のやろうとしてたのもうで終わるでしょ、うん、それが終われないってことは、うん、この場は裁判でお店の人を訴えられたとしても、うん、その後この後カップルはうまくいかないよねと思っちゃうけど、まあ、この人は訴えたいんですね。ということです、ね。訴えられないと思うけど、うん どうですかこれどうなんですかはいおっしゃる通り今回はできないと思います、はい、訴えるとしたら契約違反だということになるんですけれども、うん、契約違反を法的に追及するためにはですねこの契約の中身何だったのかっていうところが一番問題になるんですよね。この契約の内容じゃあどう決めていくのかっていうとことなんですけれどもいろいろ考え方はありますけれども、うん、有力なところはですねこの契約の内容に関しては当事者のやっぱ意思というのが大事になってくる。うん、なので 当事者が共通の理解をできていたという場合にはですねその理解に従って解釈をすればいいし、うん、その内容に関して当事者の理解がまあはっきりしないねという場合であれば。うん まあその当事者が当時使っていた言葉であったり、まあ一般的に使う言葉の意味であったり、まあいろんなことを一切の事情を考慮してですね、その当事者が合理的に考えたらまあこういうふうに理解したんじゃないのかなっていうところからまあ判断していくっていうのがまあ考え方としては有力なことになります。はい、まあ難しく言ったらそういうことなんですけれども、簡単に言うと、じゃあ今回契約でサプライズパーティーすることが契約の内容になってたのかっていうことを考えると、まあおっしゃる通りやっぱりお店の方に事前に伝えてたわけでは。 なかったんですよね、うん、でお店の方、もちろんやっぱ気遣ってほしかったなっていうのはお客さんとしてあるとは思うんですけれどもやっぱり聞かされてないとそれがサプライズパーティーやるよってことまでははっきり分かんないだろうと思われます。はい、ということでサプライズの演出をすることまではお店側がやる義務はなかっただろうとそうあなたの彼女はなんで店員さんが知ってる設定なんだよって俺は思っちゃうからね。<laughs> 有名なカップルじゃないでしょまあ誕生会やりますよって言ったらねちゃんと用意はできてますよっていうのもまあサービスの一つだったもな小声で言うか俺なら俺が店員ならね一応念のためね気が利かない店員さんだったことは間違いないですよね。 まだはっきり言っとかなかったのもいけないですよね。一言ね。そうですよね。でこれ不機嫌になってるから訴えてやるになってるから、自分軸じゃないからねこれも。自分の彼女が怒っちゃってるから訴えようとしてるから、その動機も嫌だね。ダムのゆとりをされてます。サウナに行きたい。サウのんびりゆとりを持ってください。心にゆとりをね。僕あの。 これ全然あれなんですけど、はい、お店でなんか、うん、店員さんが今日誕生日の人がいるからって言って、店員さんがこうお客さんに声かけて、ちょっとうちの店員一緒に祝ってもらえますかって言って、うん、わーってやってこうなんかおめでとうみたいな、うんまあ、いい感じだったんですけど、いい僕注文したメニューが出てこなかったんですよ、ね。<laughs> <laughs> あ、それはて契約不履行でしょ。そうで、ね、<laughs> そうそれ契約不履行ですよ、ね。よ、うん、その出てこなかったんでしょ、うん。そうですね。 それお金も払うわけですね。これは契約不履行です。そこは出てこなかったそうです。そうですよね。はい。っていうのなら、急に思い出しちゃいまう。お客さん、いや、それよくよく考えてイラつくね。祝ってもいいけど。その。めてやすね。さっき、あの、ね、祝ってもらった分、じゃ、サービスでどうぞぐらい、来るのかなぐらいのね。思ってましたけど、頼んだもの来ない。それは。でもね、半年後ぐらい、やっぱそういうお店なくなるんですよね。そうなんだね。 余談でした。すみません。<や> <laughs> 余談じゃないよ。でも、あんまりお店のことさ、メディア使って悪く言うとさ、ホリエモンさんみたいな。ね、ほどほどにね。はい、じゃあ、指名お願いします。はい、このコーナーでは、悩めるあなたからのメールファックスを受け付け中です。以上、今週の悩める人でした。 田村敦志のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週は文筆家の古谷恒平さんと医学博士博士,博士,博士の医学博士の西野誠二さんを迎えして入眠直後の黄金の90分がポイントスタンフォード式最高の睡眠について伺います俺あ俺の枕を作った人じゃないこれプロデュースした人ああ 眠れるよこれ聞くときっと黄金の90分がポイントっていうこれ聞きましょう来週ねですねツイッターもたくさんありがとうございますベルガモットさん飲み会でも何でも要するにもっと気軽に断れる社会なら良いのになそうだね気軽に断っちゃえばいいけどねもう俺はそういう社会だと思ってるけどね寛容じゃない上司もいるのか人消しさん 日本とフィンランドは同じ24時間でも使い方が全然違うのを今更変えられないけど日本がうまく使えないのは治らないでしょう、うん、いやーどうだろう直していこうよ、うん、これをね聞いた人が、うん、いやーなんかフィン,ラン、まあ、フィンランドに全部が全部ね習う必要はないですけど少なくともなんかね参考になること,いいところはね、うん、盗みたいですよね、うん、盗みたい、うん、はい<で>いい感じでえちょっとなんか 1>, 1位になったっていうね、調子率とい,いう話でちょうどオープニングしましたけど、こちら、ツイッターですね、えー、桶丸さん、うん、失礼な話ですが、この番組が12年続くというか、田村さんが続けるとは思っていませんでした。<laughs> <laughs> いいやいや私はだってこうチャンスをいただいてますからねそれはチャンスに答えるでしょうで品川区気まぐれパンダさん61歳の方、うん、初めてメールしますこの前までこの時間帯は久米宏さんのラジオなんですけど聞いていましたが<ら>久々に文化放送を聞いてびっくり。うん 阿久津さんがボケずにしっかりキャスター風にラジオ番組していることに驚きました。<laughs> クメロスのリスナーが皆阿久津さんの番組に来てます。うわありがたいですそれは。ね、あと総加ウオーカーさん埼玉県六十歳になったばかりという男性の方、赤坂が終わってから毎週聞いています。 1>, 1位になったということで嬉しいばかりです、うん、これまでは親父パッションから聞いていましたが、うん、今ではこれがルーティンです、うん、5時からは MX を見ますうわー <laughs> すごい,い,い田村淳ルーティーンになってんだね、うん、それ、うん、ありがたいなー もうバービーの方をお聞きの皆さん、ぜひね、こつ文化放送に、皆さんやってきていただきたいと思います。<laughs> こ,こ,ここはそれ言ってもしょうがない。そうなんです、もう向こう聞いてる人は向こう聞いてるからね。<laughs> そうです。そうですよ。うん、でもね、<laughs> 口コミでもいいですから。リスナーが増えるっていうのはね、いいことですからね。ね本当に皆さんに支えられての。 12年ですし、皆さんに支えられての1位です。これは皆さんに拍手を送りたいと思います。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。田村敦史のニュースクラブ、また来週もお聞きください。田村敦史のニュースクラブ、<laughs> よろしくお願いします。この後は、親父パッション。